玉まもサポートは、日本の競争馬主な価値案に2006年のラジオ日経賞、2009年の、京都金牌。2005年11月20日、京都競馬場での二最新馬戦でデビューし、一着。参戦挟んで2006年2月の椿賞では、逃げ切りで2勝目を挙げる。 スプリングステークス4着、青馬賞7着を経て、出走のラジオ日経賞では、後の菊花勝場、ソングロブウィンドに2馬審査をつけて勝利し、帰場した、津村昭秀ともども重賞初勝利を記録した。秋シーズンは、神戸新聞杯の一戦のみで休養に入り、翌2007年は、初戦の新潟対象点こそ16等立ての再開に、終わったが、続く。 福島テレビオープンで2着と巻き返し、順オープンクラスに、高級後2戦目の天の川ステークスを勝って、オープンクラスに最初をする。その後しばらくは2008年の東京新聞杯と、関屋記念で、それぞれ3着に入った以外は6着以下の成績が、続いたが、2008年11月のキャピタルステークスで、ラジオ日経賞以来の勝ち星を飾ると、2009年の、 初戦で7番人気で臨んだ京都金パイはマルカシェンクラを退けて重賞2勝目を挙げたその後は再び6着以下の成績が続き2010年の新潟大賞点14着が最後の競馬となって5月20日付で競争馬登録を抹消三重県の豊原ライディングホースで乗馬となった後秋田県百合本城市の百合高原ホースパークで つなぎをされている。以下の内容は、ヤビスサーチおよび netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。